京都立花高校吹奏楽部オレンジストームが台湾に上陸した伝説エピソード21、初めての太鼓パレード。校長は続けて言いました。楽器を上半身にスムーズにかけられるので、また路上での使用にも適用できます。時間は常に実践されています。知らずに来た年次大会、本校吹奏楽部も参加準備中で、しかし新しく結成された114軍全体的なパフォーマンスと暗黙の了解、まだまだ改善が必要。初めて 25kg の打楽器を背中にぶら下げる。パレードに参加するのも負担が大きい。スタッフも同意見、うなずいていった。25kg、パレード中の女子高生はさすがにフィジカルだな。非常に重い負担。しかし、ショーでも非常に大きなテストです。あなたの学校のパフォーマンス部門を信じてください。最大限のポテンシャルと力を発揮すること間違いなし。校長が心配。肯定的な表現で、コーチのレポートによると、その日の正午を過ぎていた。様々な学校がスポーツウェアを着用、初めてなので生徒さんもいます。必然的に少し緊張します。しかし聴衆は熱狂的に歓声を上げ激励しました。性能は至って普通。パレードはあと30分で終わります。生徒たちはとても幸せです。しかし反省も、疲れた、足が折れそうです。先輩についていけない。コーチも生徒を励ます。良い成果。そして一休み。午後からは各校が個別にパフォーマンス。体力がある。また新たに編成された軍の114人のメンバー、初めてオレンジのジャージを着た。でもリハーサル中のコーチの顔は、でも死にそうな表情です。これはなぜですか？オレンジストームをロックし続けてください。台湾伝説の上陸エピソード22、コーチは死にたいと思っている。